本日、はい、1月21日日曜日ですね、はい、はい、予約スタートしております。はい、こちらでれんでれん、我々のレシピ本でございます。よー、サンプルなんで表紙は若干変わるかもしれないんですけども、はい、我々が今まで動画でね、うん、紹介してきたこういろんな数々のレシピを、うん、こう料理のプロの方と一緒にこう調整しまして、はい、失敗してるのも多々ありますから、うこう調整してより良いものにしたレシピを、うん、この一冊のレシピ本として出版することが決まりました、うん、はい、発売日はね3月29日の予定になってますので、うん、ぜひ予約してみてください。いろいろ我々ねレシピ失敗してきたじゃないですか。いろいろ失敗してきましたね。アイスクリームケーキとか、はい、ねっちょりブラウニーだとか、だとかなかなか、はい、ね、オーブンがうまくいかない、いかない、冷蔵がうまくいかないっつって、はい、うん、分量を10倍にしてしまった、はい、などF と C 間違えたとか ね、オンス、ね、オンス間違えてしまったとか、まあいいかってなっちゃった、そう中力粉だっけ、え、オールパーパスフラワーみたいな、ね、まあいっか、まあいっか、だいたいいいやろっつって、アメリカ料理ってこんなんだしなそれ全部片付けてきたから、ね、片付けてきたからアメリカ人は気にしねえんだよやってきたそれをそのプロの方と一緒にちゃんとしよう、一回ちゃんとしていこうって言って、うん、そうだねちゃんとしたバージョンのレシピをもう一冊になったわけですから。そうだね、そうですね、本当にすごい方がね、いや、そうそうそう、料理のね、うん、まあ、その方とその、うん、あ、ちょっと違うっすねみたいな、うん、なんかこんな感じですかねみたいなんでこう調整してますので、うん、そうなんだよね、まあ、あのレシピだけじゃなくてやっぱどんな食事してるのかみたいなね、うん、そういう情報も載ったりとかしてるので、か料理しなくても楽しめるんじゃないかなと思います、うん、はい、このレシピを見て作れば、うん、成功するってことだよね。そう、そうです、これはちゃんとしてるっていう、ね、そう、分量間違ってないですねっていう、正しいやつで、うんうん、やってくれてますね、うんうん、そうですよね、はい、ありがたいね。俺もこれ見て作るじゃん、これ見てリメイク作っとこうか、ね、そうだよ、ちゃんとねそうだね、うん、あとなんかそのさ、日本の機器だとちょっと難しいみたいなのも、うん、なんかね、ちょっと工夫してるものもあったりとか、そう、ね、プロの確かに、うん、技というかね、うんうん、そう、あれは絶対俺にはできないことだもんね。できないよね、うん、本当に見た目が美しいよね、やっぱね。いや、うん、そうだった、そうだった、すごかったよね。ちょっと一緒にこう調理してさ、うん、その方とさ、させていただいて、うん、この揚げる時とかもなんか、うん、細かい料理テクみたいなのがさ、あったよね、あったじゃない、うん、ああいうのすごいね、やっぱね、さすがだよね、本当に。遠くから見てるだけなのに、うん、もうちょっと温度高い方がいいですね、ね、うん、あ、動かさない方がいいですみたいなねかーやってるんだ、俺ら、俺らでガーってやってるもんね、揚げ、揚げる時も、はい、ということで、はい、予約してくださった方ありがとうございます。ありがとうございます、早速、はい、ありがとうございます。表紙もね、ちょっと変わりそうだよね、若干ね、そうね、うんうん、調整をしてる段階ですね、はい、そうだね、まあ、これ最新版なんですけども、うん、あのちょっといろいろね作ってもらって、ああでもない、うん、こうでもないって言ってレイアウトとかね、はい、調整中ですので、うん、こんな感じね、後ろそんな感じになっちゃいます、はいはいはい、これもだってさ、はい、写真撮ったんだもんね、これ撮ったんだよ、そうだね、うん、あのフォトデーみたいな感じで、そうそう、写真で撮影日みたいなね、プロのメイクアップアーティストさんみたいな方とそうなんですよ、ね、そうしちゃってね、うん、やってくれたんだよな、そうよ、うん、メイクしてさ、そうそうそう、うん、めっちゃ上見たりしてね一枚さ、撮るたびにさ、うん、修正ありますみたいな感じでさ、うん、何にも見えてないんだけど、あ、なんかこうなったなみたいなそんな頑張ったのに、俺とかけちゃんは真っ白の服を着てそこも指定なかったんだよな、そうなんだよ、でも白系って言われてたの、ね、うん、そうそうそう、あ、言われてたっけ、合ってる合ってる、だから逆に山ちゃんどうしたのじゃあ、これ T シャツも着てて、その下に、うん、で、それをこう羽織って開けようかなと思ってたんだけど、うん、最終的になんか締めた方がいいってことになるんだよそれ、そう、だから俺らが間違ったみたいになっちゃったね、ね、そうじゃん、かぶっちゃったみたいになっちゃったじゃん、俺も写真1枚撮るごとにここの辺なんかこうやって直されてなんか違うんだろうね、うん、多分、うん、面白かったですよね、これも、いや、面白かったですね、うん、予約が先行で始まりまして、うん、実際には3月29日がちょっとこの時間が
そうね、まあ若干空くんですけども、うんうん、2ヶ月ぐらいかな、うんうんうん、まだちょっとね表紙も検討してる最中っていう感じですのでそうね、うん、本ってこういう感じで進むんだね。ね、いやすごいよねやっぱね、そんなギリギリでいいんだね、うん、ね、表紙とかもなんかあまだ修正できるんだみたいな、うん、でまだできますみたいな、うん、あと2回ぐらい修正できますよ、言われた方。あと2回できる2回、ね、お、うん、月1ペースいけるみたいな感じですごいあのやってくださってるんで ね、 そ、 うね、うん、それがどんだけ一般的なのかはちょっと全く分かんないけど ね、 うん、めちゃくちゃ変えてみるもはやめちゃくちゃ違う案出してみる真っ黒の表紙とかで俺あとびっくりしたのはさ、うん、めっちゃこのさ、うん、何なんか出してさ、うん、もう微妙な差のところをさ、うん、いやこれここがいいと思うんだよな、表紙の話ね、いやこれここがいいと思うんだよな、フォントがねとかね、そうそうそう、うん、って言って、うん、これを決めた後に、あとちなみにあのここら辺にバーンと帯が来ると思うんだよねみたいに言われて帯来んだみたいなここら辺めっちゃ微調整してたのに隠れるんだみたいなそこまで俺びっくりしたそうだね、確かにね、まあ、しょうがないなしょうがないな、しょうがないな、それを楽しみだなと思ったよ、そうだね、そうだ、どんな感じ、どんな帯が来るかな、うん、そうそう、確かに、うん、あのなんかさ、ほとんどさ、うん、その表紙と変わんない帯とかもあるじゃん、あ、そうだ、確かに重ねてるあるよね、そうだよね、そうだね、確かにっていう説もあるよね、なのかな、うん、確かに、え、どうする、何にも書いてなくてただ重ねてるだけだったら意味ないじゃんだとしたら帯の意味がない流せそうだ帯って何なんだろうね、あれね、帯っているのかね、あれなんなんだろうね、いや普通なんか書いてあるよね、やっぱそのなんかすごいとか美味しいとかさ確かに確かに、それなんか誰かからのコメントみたいな感じなの、いやとか、うん、まあ料理研究家の人のコメントとか分かんないけど、なるほど、ね、部下出版社の人が普通に書くとか、確かにね、そのなるほどね、うん、驚きのなんとかみたいなね、うんうん、そこは楽しみだよね、だからどうなんだろう、何が来るんだろう、何が来るんだろうね、ヤワちゃんが服の色を間違えたいやそうなってほしいな白って言ったのにグレーを着てきやがった、うん、そういう情報は書かれないよ書かれないな、あ、買いたいなって思わせないといけないのかそうそうそう、プロのメイクは意味あったのかあったんだよ、そういうことは書かないんだよ、帯には、まあ、意味あったんだろうね、そうだね、意味あったんだろうね、綺麗にしてくれたら肌ツヤいい気がするもん、そりゃそうよ、めちゃくちゃ肌の調子がいい、うん、それはそう、うん、使われてる量の50倍ぐらい写真を撮った、うん、いやそうやね書かないんだよそういうことそうなんだよ、うんうん、そう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 、まあ、実際中にもね写真は入ってるんだろうけど、あ、そうだね、うん、確かにそれの50倍ぐらい、それ50倍ぐらい撮ってるから、ね、撮った撮った、うん、いいねみたいな結構なんていうんだろう、うん、結構褒められたんだけどね、確かに、そうなんか俺それも独特な気がしたんだよねあの空間、うん、そうだよね、めっちゃ褒めてくるよすごい褒められたよねあの時ね、でもなんかそれってありそうな気はするんだよね、なんかその、うんうんうん、カメラマンが褒めるみたいな、うん、そう乗せるみたいな、ね、いいねみたいな、うん、いいよみたいな、うん、言うのあるじゃあるよね、そう、うんうん、うわ今の今の最高みたいな、いやでもなんかね疲れてない気がするんだよねその時のやつ、そのあそれってなったやつ、うん、なんか疲れてない気がするの、なんか、うん、あとね冷静にパソコンで見てあれ違うの違うの違うのボツボツボツってやったのかな、楽しかったね、でもね、楽しかったね、面白かったよね、うん。